こんばんは。11時半か、早い。音もいるの？います。配信始まると同時に来ました。いつも通りです。シルクは寝てる、近くにいる。でもギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは。書いたの？本当めいちゃん、本当に可愛いね。あなたはなんか緩くなっちゃった。あれ、あ、こういうことか。こんばんは、こんばんは。ギフトありがとうございます。リウム、ハート、花火、だるま。なんかお腹の調子が悪いです。寒いのかな、胃が痛い。カフェインの取りすぎかな、絶対原因それ。よくあること。本当に私カフェイン最近よく取るようになって、体調が悪くなるのは分かってるんだけど、眠気覚ましというか普通に好きで摂取したいし、それ飲んで練習とかお仕事頑張れたりするからさ、いっぱい飲んじゃうの。まあ、いっぱいって言っても過剰摂取しすぎてるほどではないんだけどね。その 1,2 杯でなんか結構最近来るようになった。だからもう一旦お休みした方がいいよね、絶対。乙女？乙女ちゃん。乙女ちゃん、乙女？まだ雨降ってるね。降ったり止んだりだけど。あとはあれだね、すごい今は暑くなくなってきたじゃないですか。今日おいしい見てロンティーみたいに長袖着てるんですけど、外一瞬出た時もロンティーで出たぐらい、そこまで汗かくほど暑くなくて、もうそんな時期秋に入ってますよ、徐々に。嬉しいね、乙女。乙女も過ごしやすくなるよ。ギフトありがとうございます。花火、金魚。たまにいい角度で見るね、乙女。ありがとうございます、キュートね。台風も徐々になくなってきて。そっか、急に晴れることもあるんだね。天気が悪すぎる翌日とか急に真夏以上の暑さを発揮するからね、怖いな。
体調を気をつけよう。これからね、忙しくなってリハ続いたりするので、周年コンサートをちゃんと無事にできるように、体調管理もお仕事なので気をつけます。ワイセン飲んだり、R1 もちゃんと飲まないとね。気持ちの問題かもしれないけど、飲んで安心感をしたい。安心感、強い心を持ちたい。ね、寝れる時もちゃんと寝ます、ゲームせずに。あ、そう、今日もねゲームやったと思った、思うじゃん。しっかりやってません、昨日の配信から。集中した、練習してました。あ、そう、言わなかったけど、あの昨日言ってたドラえもんのスイッチのゲーム、ドラ焼き屋さん物語やんでるんですけど、いちご無事にゲットしました。皆さんありがとうございます、応援。でもね、あれからお風呂入ったりして、何時からやったかな、でもゲットした時間は1時50分でした。とりあえず時計見た。でも始めたのが1時かな、だからもういっぱい時間かかった、いちごゲットするためだけに。1時50分いちごゲット。嬉しかったです。ちゃんといちご大福もゲットできたし、いちご大福以外のものもあの作れるようになったので本当に嬉しかった。勧められた、ちゃんと。でもまたそれ以上に勧められないものも出てきたけど、それはまた今度ご褒美として練習終わった後とかにやります。行っちゃった。ギフトありがとうございます。口が痛い。そう、あのテロップにも書いたし、 X インスタにも載せたんですけど、明日のボートレース玉川さんのどちゃんこ TV YouTube 生配信あったんですけど、台風10号の影響により交通機関が運休してできないということで、明日私参加予定だったんですけどなくなっちゃいました。そう、ボートレース自体も明日じゃなくて3日の月曜日から、今日が日曜日か、火曜日からに変更になりました。そう、初日だったんですけどなくなってしまって、残念ですけど、でもしょうがないので。でも次、今月はまだあと1回あるんですけど、9月14日にまたボートレース玉川さんのどちゃんこ TV YouTube 生配信に参加させていただくので、その時よろしくお願いします。ぜひ見てください。一緒に予想したりアドバイスをお願いします。そう、選手の方も来られないっていうのもあって、そうなんですよ。そうなの。そっか、もう今日の夕方には新幹線動いてるのか、知らなかった。こんばんは。9月14日です。次、よろしくお願いします。求め。
来るならさっき降りなくてよかったじゃん、とめちゃん。呼んで欲しかったの？おとめ、今日も可愛いね。スリスリが強いですね。嬉しいですね。見てほしい。止めちゃん。毛が舞っちゃう。止め。おとめちゃん、かわいいね、おとめ。ありがとう。すごいスリスリ。かわいい。ありがとう、今日も生きてくれて。あと20分ぐらいあるのか今日は。触らないとさ、急に寂しそうにするから可愛い。今も横になっちゃった。起き上がった。乙女？大ちゃん。大ちゃん。珍しいと最近思わないか。今日もさ、私耳かきしてるのね。なんでかっていうと、今日髪の毛セットしてなくて、ストレートっていうか、もう起きたてなんですよ、朝から。まあでもストレートしなくて、このストレートはまあいい方ではあるんですけど、巻いてなくて、髪切ったばっかりで、ちょっとだけね、髪染めた時になんか跳ねるんですよ、ちょっと切っただけで。髪の方向がなんかまだ定まってない、なんか癖がなくて、なんかより黒さが明るくない？今日やっぱ黒い方が合うんだよな。服黒いけど黒さが分かる。こっちがいい？嘘、オフ感満載だよね。ストレートめったにしないからさ。ちなみにレイヤーをなくしたんですよ。だから髪がこっちの髪の毛パッツンなのね。ストレートの時すごい分かりやすい。ごめんね乙女。分かるかな。いた。この分かる？このパッツン。分かんないか。レイヤーなくしちゃいました。だから巻いた時どうなっちゃうんだろうと思ってる。今忘れちゃった、どんな感じになるか。姫カットではないんですよ。巻きやすいように斜めにカットしてくださって。でも耳かけたりしちゃうからさ、なんかよくわかんないよね。レイヤーした時に、まあ、可愛かったは可愛かったんですけど、
傷んだ時カットしたらなんか変なになっちゃって、一旦全部の長さを揃えて綺麗さを戻そうっていう気持ちで久しぶりにパッツンにした。そうウルフでもなくて顔周りレイヤー若干残ってる。そう、そうなんです。あなたは何？乙女ちゃん眠みたい可愛いでもさ青の感じわかんなくない？やっぱ今回見分からん。透明感入れてくださったのでよね。あーでも光によっては若干青み。だからまださお風呂入った時に流れる水が青いし、ドライヤーした時こうやってやるじゃん、左手が青くなる。若干青いんだけど分かんないか。ネイルにも結構影響出る。そうなの。ギフトありがとうございます。そう意外と色映るんだよな。タオルにも全然青く映っちゃうし、わかんないけど早めに色落ちしないように水に濡れちゃったらとか、お風呂上がりはすぐに髪を乾かすようにしてる。ちょっと時間置いたら私いつもドライヤーするんですけど、だからさ長いの手疲れちゃう。髪長いし毛量多いし、ドライヤー何分かかってんだろう。いつもだから長いからさ動画見ながらドライヤーしてる。そういう時さ字幕ありの YouTube 動画とかすごいありがたい。音でかいからさ聞こえないじゃん声が。だから字幕があると今この話をしてるんだってわかるから嬉しい。字幕あるない結構分かれるよね最近の動画。大事です。そうなの。ゲストありがとうございます。動画見てるんだろう。美容系の YouTube がほとんどかな。でたまに生配信でゲーム実況者さんがやってると見てる。今日はいつも見てる方はやってないので見れないですけど、ギフトそうだ、 SK の公式 TikTok に告白心拍数の TikTok の動画が流れ
できた人いるかな。私も今さっきインスタのストーリーでも宣伝しちゃったんですけど、告白心拍数のミュージックビデオ撮影の裏側のカメラで撮った動画が公開されてますので、皆さん見てください。あのちゃんと私も映ってます。サビの部分、ラスサビのかな、見てください。多分みんなが私の踊ってる中で一番好きであろう、見てるであろう部分が見れます。はい、見てください。自分もあそこの振りすごい好きなんだよね。全部好きなんですけど、特に好き。ねえ、また別の角度とかの動画もいつかは上がると思うので楽しみにしててください、はい、ギフトありがとうございます。はい、早くみんなの前で披露したいな。いい曲、本当にいい曲。頭に残るよね、ダンスも歌もメロディーも。なんかつい口ずさんじゃう系。私だけ違うよね。いいよねサビ全部いい。初披露はどこなのか楽しみだな。音楽番組にも出れるといいな本当に。ギフトありがとうございます。ダンス難しい、難しいんです本当に。本当に難しい。過去一疲れた、過去一筋肉痛が来た振りです。この間リカちゃんとも話した。時間がない公演の着替え場が、私隣リカちゃんなんですけど、リカちゃんに終わった後話してみたの。告白心拍数のフルの振り入れの日もう小時間状態だったけど、次の日やばかったよねって話をしたら、リカちゃんもそうです、今までの曲で一番やばかったですって言ってた。インスピレーションよりもやばかったって言ってたから、本当なんです。リカちゃんも選抜インスピレーションは入ってたんじゃないですか。その時もこの曲やばいって私思ってたんですけど、それ以上に難しい、体に来たって言ってたから。前ももが一番やばいっていう話も共感し合ってました。特にサビでね、これね、座る人が一番ピークやばいです。やばいです。いい曲でも、みんなにはいつか踊ってほしい。サビの手の振りだけでも、公演中とかライブ中なんかできないかね。あとはダンス習ってる方とか、普段 TikTok ダンスを踊って投稿してる方に踊っていただきたいです。どのぐらいすごいのか見たい。かっこよさがまた違うじゃないですか。表現者は同じ表現者でも違う見え方しそうなんで、見たいです。はい。
ダンスかっこいいです。グレートボーイさんなので、嬉しい。 MV いっぱい見ただって、ありがとうございます。乙女もいっぱい見たね、ありがとう。そうなんです。いやー出れるといいな、音楽番組。家族と友達にも見せたい。イサビの入る時のサーヤのみちゃん、イチサビってどっちの振りだ。なんせ3種類あるのでね、サビの振り、こっちじゃない方か。シルク起きた、見る時間かかった、かかりましたね。でもそこまででもなかったかな。みんな覚えるのが早くて、クレートボイスさんなんで、あの教え方が本当に頭にスッて入ってくるんですよ。熱量がなんかすごい伝わってきて、自分もそれに応えたいっていう気持ちで頑張れるし、楽しくできました。フルの振り入れ。あとは今回ラブリンさんと新芽で、まあ新芽だからすごい遠くて会えないんですけど、普通に普段プライベートとか会って喋る時に、この振りこうだっけとか、振り入れの時も新芽だからカウントとかも全部一緒なのね、基本。だからこれこうでしたっけとか一緒に練習したりしてました。嬉しい。そうなんです、ギフトありがとうございます。でもね、最初私迷ったの。私個人的には今回初選抜ですごい嬉しくて、嬉しい上にラブリンさんと新芽で憧れてた、一緒に入るのが夢だった選抜、そして新芽で嬉しいですって言うかを迷ったんですよ。その理由が、まあラブリンさん今回前回と違うポジションじゃないですか。だからそれに対して嬉しいって言っていいのかどうか、私がすごい悩んだけど、でも嬉しいのは嬉しいし、考えて自分なりに、でも気持ちは本当だからみんなに伝えちゃった。難しい問題はいろいろあるよね。ね。でもあんまり深くは話さないです。あと4分、早い。ギフトありがとうございます。でも MV ではラブサヤとても可愛い、可愛い部分がいっぱいあるので見てください。
可愛いです、最初から可愛いですね、ラブサヤ。素の私たちを見てください、楽しんでください。あんなに早く映ると思わなくて、自分も完成 MV 見てびっくりしちゃった。嬉しいですね。ここからまたね、一緒にラブサヤでお仕事ができるといいな、頑張ります。で、大富豪の焼肉とテーマパークもいつなのか楽しみに待ってます。大富豪早くできるといいね、みんなもう少しお待ちください。まだメンテナンスが続いてるんですけど、機械の故障で今できてないみたいで、もうしばらくお待ちくださいですね。まだ決まってないです。ねー、そう、カジケンさんとのコラボも今日から始まってるので、皆さんチーム K2 のトッピングで注文して食べてください。よろしくお願いします。私も早く食べに行きたい、行けるといいな。行った時にファンの方がいたりしてね。ありそう。もうすでに今日からファンの方がたくさん言ってくださってて、 X とかでも見ましたし、報告してくださった方が何人もいらっしゃって、とても嬉しいです。ありがとうございます。ランダムカードももらえるので、チーム K2 私のゲットしてください。報告待ってます。食べたよ報告、カードゲットしてよ報告。岩井1位フルハウス、2位むつみ、3位鍋和、4位キヨさん、5位顔面国宝、6位ケイパパ、7位デメキン、8位お父さん、9位ヒョウ、10位ケイタ、11位キミちゃん、12位ベジメン、13位チェンレン。間に合った、ありがとうございました。ごめんねギリギリ。皆さんありがとうございました。明日からも頑張ろうね、月曜日私も頑張ります。おやすみなさい、ありがとうございました。バイバイ。